ん？何か何か出てくる。あ、うん、あ、うん、はい。あ、なんか私やっちゃいけないことをやっちゃいましたか？ん？ホローナイト実況プレイやっていきます。前回はものすげえ技を手に入れたね。どうやるんだっけ。 L ボタン長押し、こっちか。ドカーンっていうやつね。これよ、このね、最強とも言える移動技を手に入れたことによって、もう相当ね、行ける場所が増えたと思う。なので今回まあちょっとね、今まであんまり行けなかったなと思ってたところ行きたいと思いますけど、まあまず左側だね、この王の道っていう、あんまり多分左側って行ったことないと思うんだけど、この左側にね、結構行けないところがあったというか、謎が残されてんじゃないかなと私は思ってる。まあなぜならね、このゲームって一番最初に始まったのがこの左側の方、こっちからこの主人公の子はこう歩いてきて、でそれでこの街にたどり着いたって感じになってたから、なんかこっち側にね、謎があると思うんだよね。まあこれは一番最初ほんとパート1で見たやつだね。結局あれが何なのかとかっていうのも分かってないんだけど、なのでまあちょっとこっちに行ってみて、でこのド派手な技を手に入れることができたから、もうちょっとこう左側も行けるところが増えたんじゃないかなと勝手に思ってます。まあ探索会だね、だから今回は。おっと危ない。最初の頃はここも本当に全然行けなかったんだけど、まあいろいろとこうゲームを進めていくうちに移動系の手段というか技が増えてきてね、こう例えば壁でジャンプするとか、まあ、あるいはこう空中でダッシュするとか、ここら辺ができるようになってきたから結構いけるようになってきたって感じなんだけど、行き方がわからなくなってしまった。こっちかな。ん、同じところを行ったり来たりしているような気がする。どや、まあまあまあこんなもんよ。これが定常運転よ。これも聞いたかな。うん、なんか聞いた気がする。ん、あれ、でもこれ取ってないか。ん、行ってない場所かな、これひょっとして。ん、そんなわけないよね。ここ来てるもんね。マップが埋まってるってことは多分来てるってことだと思う。まあじゃあさっきのやつはなんか取り逃してただけかな。うん、そうなんでしょう、おそらく。いやー、この技いいなー。もうずっと使いたくなっちゃうもんね。なんかこの技唯一の、あれ、こっちまで来たか。この技唯一の弱点は、一回貯めてしまうともうキャンセルできない。もうハメハメまで行ったらもうハーってやるしかないっていう、そんな感じなのよ。だから、あ、ここでももう飛んじゃやばいっていう時にハーってやっちゃうと結構大変なことになる。もう先に何があろうともう突っ込んでいくから、向こう見ずな感じになっちゃってます。よし、ここら辺だな。この風なりの谷っていうところがまあ主人公の出発地点だったわけなんだけど、私が知る限りのね、このゲーム内で。ここ久々に来ようかな。これ確か俺にこの回転切りを教えてくれたパパがいるとこだったね。さあ、パパ活してこうかな。じゃあフェネロ・バーム。おう、弟子よ。師匠を訪ねて参ったということか。私のような者にはもったいない光栄だ。うん。お小遣いください。いつでもここで私と共に瞑想して構わん。あんまりそういうのは興味ないです。お金がない。お金がなければ、また来ます。ちゃんと金貯めといてくれ。あ、ここで休んでこう。ここはちょっとベンチと違うんだよね。だいたいベンチで休んで回復なんだけど、あそこだけはちょっとなんかベンチじゃない雰囲気。そういうのも何かこのゲームの謎に関係あるのかしら。
このゲーム本当に思った以上になんか作り込みというかなんかもろもろしっかりしていて、なんかねチームで結構好評ではあったんだけど、その理由が本当にわかる感じ。こんなやつもいたかな、なんか見てない気がするな。俺様ゴープ従え、ゴープに従え、従え、偉大なる精神の持ち主、俺様ゴープ登れ、ゴープと共に登れ登れ登れ。は、夢見の戦士に挑戦しますか。はあ、まあじゃあ一回やってみるか。じゃあやってみまーす。おおおおおお、やりよるね。まあ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 いいんじゃないの、ちょっと探索だけっていうのも飽きてくっからね。てめえ俺に勝てると思うのか、どれだけの強敵を俺が倒してきたか。ここまでもうレーザービームを吐き出すやつもいれば、何度も何度も切り倒しても復活する魔術師もいた。そんな中全員をぶっ倒してきましたからね。私ちゃんと回復のタイミングとかも分かるようになってきた。ああ、間違った。 OK、 これはもう楽勝でしょう。こんなの弱い弱い、もうザコザコザコ、もう溜めて、あ、3発、そうかそうか。ダメージが大体の敵はなんかこう攻撃パターンがダメージが与えてこう体力が減ってくるごとに厳しくなってくるって感じ。さあそろそろじゃないの、じゃあ最後かっこよく決めちゃう。ほらー、今のなかったことに。もう一回いく、よし、こっからだ。ほらー、ちょ待って待って、動画の冒頭のダイジェストに使うようにかっこよく決めないと。ほらー、決まったということで、ちょっとねダイジェストシーンも考えるほどの余裕がありましたね。でこれ結局倒したら何をしてくれんの。おお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 ん、偉大なる精神の持ち主ゴーブここに眠る。あー、なんか現実の世界の人というか、あの物質じゃなくてなんかそういう妄想的なやつなのかな。ん、結局何だったの。なんか私の中にあいつが入ってきたよ最後。でも技とか手に入れた場合は大体なんか新しい技を手に入れましたよ的なシステムメッセージが出てきてくれるんだけど、あんまりそういうのはなかった。これ持ってたっけ。ゴープ、ゴープさん倒しましたけど、ん、わからん、ちょっとよくわかりません。まあ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 いいでしょう、倒さないよりは倒した方がいいでしょうおそらく。ほんでこっちの方はまだ探索してなかったね。そうかそうか、こっちの一番端っこまで行ったんだ地上で。でも今回は空中で行ける。わっ、弾かれた。うーん、おお、こっから先はちょっと見えない壁があって、もうゲームの本当に都合上というか行けない場所だね。すごいよねここも、背景よく見たらなんでこんなになんか虫的なやつがいっぱいこう倒れてるんだろう。本当になんか壮絶な何かがあったような感じだね。久々に来た。これはこの夢見の剣というちょっと特殊な剣で叩くと、何やらエッセンス的なものが手に入るらしいですね。集めなくてよかったっけ、もうこれで勝手に手に入ったんだっけな。うん、多分そういうことだ。あ、これか。あ、こういうの集めなきゃいけないんだっけね。そうかそうか、吐き出させるだけじゃダメで、ちゃんとこういう吐き出した後にちょっと集めていかないといけないんだね。うん、なんとなく思い出してきました。この要素いる？この要素は一体何なの？これをさ、結局集、ああそうだそうだ、これいっぱい集めたらあのおばあちゃんになんかこう
ご褒美がもらえるみたいな、そういうシステムだったね。今度何くれるって言ってたっけな。一番最初はなんか本当に大してどうでもいいようなもんしかくれなかったけど、まあおばあちゃんにご褒美もらうのはまた後でもできることだ。おー、いっぱい集まる。よしよしよし。この微妙に、なんていうの、他のやつなら気づかないけど、まあ俺なら気づく。あれ、あー、地図のやつか。まあまあいいでしょ。ここのマップはもう持ってるから。よーしよしよし。お、めっちゃいっぱいあるじゃん。これ集めるたんびに、これ、このなんか263って今書いてるやつが、これがなんか溜まっていく。希望と夢の斬新、残照であるエッセンスを集めるのに使用する。希望と夢の斬新、残照。なんだろう。まあでも、なんとなく感じの似合い的には、その希望と夢の残りのかけらみたいな。もう、夢とか希望を持った人たちの残留思念的な。そういうものなんでしょうね、おそらく。あ、空中でこれ2回使えないか。いや、結構集まるね、これ。普通にこの、エッセンス集めの探索だけやる回があってもいいぐらいに、結構いっぱいある。まあこれあんまり集めすぎても、なんかめんどくさいというか。漏れなくでも探索できるからいいか、ついでに。こういうの集めながら、なんかそれっぽく探索していって、で、左の方もなんとなくみたいでしょう、これで。あんまり行ける場所はなさそうな気がしています。本当かな。一番上の方から左にダイブしてみて、でそれでもう何もなかったら、ここの探索は終わりにしちゃおうね。よし。ちょっといいトレーニングにな。ああ、指先のいいトレーニングになるな。ここのシーンは、バックグラウンドミュージックが、ただ、風鳴りの音だけっていうのもまた、何やら物悲しげな、というか、意味ありげな雰囲気がしていいですね、本当に。一番のスタート地点のはずなのに、ここがなんかもう全てが終わったような、そういう雰囲気を出しているというのは、ひょっとして物語の特性と何か関係しているのかもしれないですね。本質というかさ。きっとこのゲームってなんか一番最初に何かがあったってことなんでしょう、おそらく。私が思うには。何かとんでもないことがあって、で、その後に、まあこの物語が始まったというか、そういうイメージを勝手に持ってるんだけど、まあその何があったかは全然わかんないんだけど、多分その何かがあって、で、この主人公が今何かをしようとしている。全く。何も物語が進んでいない。物語というか、考察が進んでいない。何かがあって何かをしようとしているっていうところまでは分かっている。それ以上は分かんない。最初から変わんない。ん？これ壊れるか？おお、ほう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 。お、ここは初めて来たぞ。さあ、物語の核心をさらに深掘りしていきましょう。高貴なものよ。これはそなただけに伝える言葉。この荒廃した地の広がりに終わりはない。この虚無の中を移動しようと試みる愚かな者はその代償を払い、この王国がもたらす貴重な精神を放棄することとなるだろう。ほー、終わりはない。王国の外は何もないってこと？放浪者の日記、これ切れるか、こいつ夢見の釘で。ダメか。ここも壊れる。オッケー。さあ、物語の核心をどんどん知っていきたいとこですが、あ？あ？は？あ？え？誰？大きな虫の死骸。夢見の釘で切って記憶を覗いてみようか。何も言わない。え、どういうこと？あ、あれ、こんなのあったっけ、さっき。あ、あ、ん、ん、何か出てる。あ、うん、あ、うん、はい、あ、なんか私やっちゃいけないことをやっちゃいましたか？はい。ちょっとあの、いや、私じゃないかな。ちょっと間違ってあのぶつかっちゃっただけかな。
何これ、なんか火ついちゃったけど、私の恋のハートにも火がついてしまいました。あ、こっちから行けないの、こっちから行けないのか。なんだろうあれ、なんか炎が、あ、これじゃないか、ついたけど、だから、で、しかも夢見の釘で切った時に謎に、あれだよね、赤色っぽいエッセンスがなんか出てきたんだけど、何なんだろうな、ちょっとよくわかんないですが、まあいいか、とりあえず進もう。っていうか前来た時なんで気づかんかったんだろう俺。探索漏れがあるというか、結構ガバだからな探索は。よし、あいつを助けて、ここは、ここ下に行ったらどうなんの、あ、緑の道、あ、別のマップに繋がってるのか。ほう、じゃあこっちは、こっちは何もないのか。まあじゃあ大体このさっき見てた、風なりの谷だっけ、ここはもうほぼほぼ見たから、ちょっとこっから下に探索していってみようか。ほう、ここはどこだ。まあでも宝箱が開いてたから、多分私来たことある場所なんだろうね。はあ、そういう風に繋がってるんだ。まあ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 、そういうことですか。いやー、ちょっとわかんなかったけど、なんか不思議な感じはしたなー。なんだろう、あの、赤いエッセンス？あれを持った謎の敵というか虫なのかな、あれは。ま、もう何が敵で何が味方なのかっていうのもよく分かってないんだけど。あ、久しぶりだな、生きてたか。俺が湖に突き落として死んじゃったかと思ったけど、嬉しいわ、生きててくれて。よっしゃ、やり合おうぜ、バリバリ。ダメだ、もうこいつは敵じゃない。イライラ、やっぱあとちょっと謎が隠されてるな、風なりの谷で。しかもちょっとあの不思議なことは言ってたよね、なんかこの王国でもたらした精神があんまりこの町の近く遠くに行くとなくなっちゃうよみたいな、外は今日だみたいな、何もない外には、この町以外は何もないみたいな、そんなことを言ってたけど、あれは単にそういう、なんていうの、町の外に出る人を少なくするための、まあ俗に言うポーズなのか、それとも本当なのかっていうところが気になってくるな。ひょっとして本当にこの町の外には、王国の外には何もないんじゃないかみたいな、そういうことも考えられる。ストーリーに対する考察が深まっていっていい、ストーリーに対する考察が深まっても私のゲームの腕前は一向に上がりません。いや、なんかちょっとあれだな、今回あれだね、その不思議な回になったな。あんまり面白いなんか見せ場はないかなと思ったけど、ここま飛んでったらどうなのこれ。無理か、あ、いける、お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 、あ、これは乗れるか、乗れないか、あ、いやいや、これは下切りで、あー無理、いや、ちょっと何かいけそうな気がしたぞこれは。よしよしよし、ちょっと行ってみるか、ここはもういないのね。うん、オッケー。じゃあ、ちょうどいいところにベンチがあったんで、ここで休憩して、今回終わりたいと思います。何やら、村上春樹の、世界に迷い込んだような、そんな感じになっちゃいましたね。世界の終わりと、ハードボイルドワンダーランド。なかなか面白い作品ですが、まあ、そんなことはどうでもいいと。ホローナイトの方がきっと面白い。ホローナイト、次回もまたやっていきたいと思います。次回は、ちょっとまた新しいところを探索できるんじゃないかなと思うんで、そのあたりが楽しみな方は、ぜひ見てください。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント等いただけると嬉しいです。それじゃあ、また次回お会いしましょう。バイバイー。